ここ紅葉綺麗なんですよ。この道非常に。ほらどうですか。この上とかも見てみてくださいよ。上とか横とかすごいいいと思いますね。どうですかね。久しぶりのライディングになりますけれども、カメラ新しくしました。この間アマゾンのですねプライムデーでインスタ 1R 入手しました。で早速今テスト走行として撮影させていただいています。どうですかね。いい感じの臨場感で撮れてますか。いろいろカメラの位置をずらしながら撮ろうかと思ってるんですけど、今車載でハンドルの先っちょのところにつけてます。なのであの GoPro みたいにですねヘルメットにつけてるわけじゃないんですよね。360度ムービーなのでこれでも臨場感が十分に出るんじゃないかなと思いまして、いろいろカメラの位置変えながらやってみたいと思うんですけれども、で実はですね今音声クリアに聞こえてますか。あのインスタ 1R ってあの外部マイクつなぐのに実はあの Bluetooth でつなぐことができるんですよね。そこが賭けでもありメリットになるんじゃないかなと思ったところでもあるんですけど、どういうことかというとですね、実は今あのビーコムつけてるんですよ。でインスタ 1R ってあの iPod とっていうあの耳栓ありますよね、あのうどんみたいにやつ、あれと接続できるらしくて、もしかしたら他のやつも接続できるんじゃないかなといろいろ調べたんですけど、実際にあの他のやつと接続を試している方も何件かありました。ただですね、もしかしたらビーコムと繋がるんじゃないかなと思いまして、さっき試してみてあの家で録画してみたんですよね。そしたらですねちゃんとビーコムのマイクから音声が入るみたいです。なので今この音声はインスタ 1R の Bluetooth を通じてビーコムのマイクで喋っているものが録音されているという状態になってるんですよね。なので今まであのビーコム使ってですねあの無線で会話していたマイクと、あと録画用ですね GoPro とあの有線でつないで録音するための外部マイクと両方ともヘルメットに仕込む必要があったんですよね。それが一つで省略できたというわけです。これ非常にいいですよ。 GoPro 外部マイク Bluetooth でつなげなかったんですけど、インスタ 1R はつなぐことができるようです。で車載なのでもちろんあのこのバイクですねあの USB ポートで充電できる穴が2つあるんですよね。なのでなんと充電しながら走れると、バッテリーの残量の心配もしなくていいと、まあいろいろメリットがあるかなというふうに思ってます。ただこれあの初めてのダイビングでの撮影なので、あのバイクのマフラーの音とか声とかいろんなものがしっかりと撮れてるかどうかっていうのをちょっと分かんない状態で話しているので、撮れてなかったらショックというわけですね。僕のですね目線からはインスタ 1R の360度のカメラが見えないので、皆さんには僕の顔がミラーで隠れて映ってるんじゃないかなと。で逆になんか別に顔出す必要もないので都合がいいかなと思っちゃったりもしています。で顔以外のですねところで言うと、体とかそういう一部の角度がですね
全部見えなくなっているんじゃないかなと思うんですよね。なのでちょっといろいろ位置変えてみながら撮っていきたいなというふうに思っています。あくまでもテストということで、動画の精度的にはご了承いただきたいなと。こう車載するとですね、カメラが落ちないかどうかっていうのが今度心配がありますよね。ちょっと心配事が出てきました。今しかもこの北海道紅葉シーズンですから、なかなかいい景色見れてるんじゃないでしょうかね。ただ若干ですね、午後から雨模様なので、今少し曇っているような状況ですね。こう一時停止にですね、警察がちゃんと見張ってるので、ちゃんと一時停止しましょう。いやすっごいなんかプルプル動いてるからすっげー心配だな。今警察見張ってましたね。まあ一時停止ちゃんとしたんで関係ないですけど、ちょっとどっかで止めてですね、カメラの角度を変えたいな。あそこ曲がったところでしようかな。カメラの位置ちょっと変えたいと思います。いい景色撮れてるかな。あんまり午後からちょっと出張で予定が入ってるので、あんまり撮れないんですけど、乗れないんですけど、ここ紅葉綺麗なんですよ、この道非常に。ほらどうですか、上とかも見てみてください。上とか横とかすごいいいと思いますね。どうですかね、ちょっともったいないんで、これしばらく走りましょうか。途中のなんか洗車場あるんですけど、そこら辺で止めて一回カメラの位置変えようかな。ここがプラタナス通りという旭川の中ではですね、この木々が生い茂る、なかなかいい道なんですよね。夏にはすごいですね。この緑が深くなってて、すごく景色がいい道となっております。夜間近になるとですね、なんか昔カラスとかハトとかが止まってて、うんこがすっごい落ちてきたんですけど、今どうなんでしょうかね。あんまり走んないんで、わかんないですけど。ちなみにこのインスタ 1R はですね、画面でどんな撮影状況かっていうのを見れるのと、あと外部バイクが繋がってるかどうかっていうのを見れるんですよね。イヤホンのマークつくんですよ。で、ビーコムって2台までペアリングできるので、1台はこの iPhone ですね。で、もう1台はインスタ 1R の方に繋いでいます。iPhone はまあ音楽聴いたりとかするときにいいんじゃないかなということで、ここら辺で止めて、ここだったら止まりやすいから、ここで止めて。